そらすかのようにパトカーを話題にし始めた。態度からは余裕が伺えた。その時、隊員が男の日本のパスポートを発見。あれ、そうすると、名前は自殺だったの？自分で何かそこまである。
最初にさ、あの名前を教えてって言った時にさ、の方が、あれは何で奥さんやねんけど、なんでこれだけの理由で。ほとんどあくまで、警察から疑われる心当たりの何かを知らんけ。あったかいな、お前。これは分かることはない。白を蹴り続けた男はそのまま上野警察署へ任意同行。結局、恐喝及び恐喝未遂容疑で逮捕となった。交通量の多い都内の道、前方走りのこのタクシーに注目してもらう。